新わ継子慶応三年十一月九日は、仁工天皇の天寺。法名は、清美院。父は、県大納言の新わ重義。母は、大井の帝家隆の娘。兄に、新わた厚本、五筋高中がいる。宮中では新天寺、最小天寺と称された。一回は、生後医下。天保五年、初めて宮中に出資して、天保七年には、 人工天皇の天示となる。硬下3年に人工天皇は崩御するが、志子は、知りくことを許されず、引き続き宮中お告げ御殿に泊まり、高級の指導に当たった。万円元年、公明天皇の後埋、和の宮の将軍、徳川家持への降下が決まると、和宮付きを命ぜられて、最小天示の助官名のまま、共に江戸へ下った。江戸上大奥では、 和の宮の聖母、橋本京子と共に、和の宮の側近として、大いに貢献した。大奥では、官業員と同様に、上老上座の位を授けられた。慶応元年に、官業員が亡くなった後も、中世和宮に尽くし、和宮を批判する天章院や、滝山ら大奥老女らと対立し、小川日記を執筆した。慶応三年江戸城大奥で死去した。海名は、 清美院伝、田中明蓮継子大師。墓は、京都市黒谷町根海公明寺両光院にある。ありがとうございます。